ある日、カリフォルニア州北部を襲った猛烈な山火事は、多くの建物を炎の中に飲み込んで鎮火しました。カリフォルニア州パラダイスに住む、コートニー・ウェーブローさんの家も、この山火事によって完全に焼失しました。しかし、山火事が発生してから1ヶ月後、コートニーさんと家族は大きな希望を見つけたのです。それは愛猫のティンバーを発見したことでした。山火事で家族が強制避難を余儀なくされる直前に、ティンバーの姿が見えないことに気がつきました。家族はもう二度とティンバーに会えないと思い、深い悲しみに暮れていたのです。しかし山火事発生から1ヶ月後、コートニーさんと両親が灰の中から、回収できるものがないかを調査しに行くと、あたり一面瓦礫と灰に覆われたその場所に、見覚えのある猫の姿を発見したのです。それは見間違えるはずもない、ティンバーの姿でした。コートニーさんが遠くに見えるティンバーを呼ぶと、ティンバーはコートニーさんの方へと、まっすぐに向かってきました。信じられないことに、あれほど恐ろしい試練を経験したにもかかわらず、ティンバーはとても健康的でした。長い間、一人で生き抜いてきたティンバーは、ようやく大好きな家族の元へと帰ってきたのです。すべてのものが失われた後で、ティンバーは帰ってきました。彼女は驚くほどの忍耐力と、強さと、愛情を持っています。彼女は私たちの大切な家族で、再び彼女を抱きしめることができて本当に幸せです。とコートニーさんは話してくれました。コートニーさんは山火事によって、避難生活を送っている人たちのうちの一人です。再び以前のような生活を取り戻すまでには、非常に多くの時間がかかることでしょう。しかし、ティンバーとの再会は、確実に彼女に希望を取り戻させました。まだ全てのものを失ったわけではないことを証明したのです。絶対に希望を失わないでください。とコートニーさんは話してくれました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。